身近にいる意地悪で自分勝手な人たちをナイスアイデアや起点の効いたトンチであるいは手の込んだ頭脳作戦で撃退した本当にあったスカッとする話をショートドラマ化神対応スカッと警備員編駐車が苦手な女性が車を止めようとしていた後ろからやってきた運転手からは煽られチャイルドシートの赤ちゃんも泣き出してしまうそんな状況に イケメン警備員玉森裕太が現れ予想を裏切る対応に出るペットショップ編ペットショップへやってきたセレブ風の女性大河内奈々子はろくに犬を見ることもなくもっと高い犬はいないのと値段のことばかりその女性のもとへやってきたペットショップの店員玉森裕太のイケメンすぎる対応とは すぐてるスマホ女子何でもスマホで撮影する友人中村静香自宅に遊びに来た時に太っていた高校時代の写真を撮られてしまう合コンで全員に披露され好きな男にも見られてしまって着ぐるみ嫌味課長事あるごとに昔の俺はもっと頑張っていたと嫌味を言う課長木下放か。嫌味課長に訪れる結末とは 何でも割り勘男、イケメンで、優しく一流企業に勤める彼氏、おしなり集合。理想の彼かと思いきや、すべて、割り勘で、お金にものすごく細かいドケ地彼氏だった。ちょっと憂鬱な月曜日。明日からを乗り切る活力になるような痛快な番組をお届け。